ジミー・マクレイは、イギリス人のラリードライバー。スコットランドのラナーク出身。世界ラリー選手権ドライバーのアリスター・マクレイと1995年、WRC チャンピオン、コリン・マクレイの父親である。ラリードライバーとしての仕事とは別に、故郷で配管業を営み続けている。2008年コリン・マクレイ・フォレストステージラリーにて、 英国ラリー選手権においてマクレーは1981年、1982年、1984年、1987年、そして1988年の5度のタイトルを獲得する偉業を達成した。ヨーロッパラリー選手権では1982年に2位だったにもかかわらず、彼の WRC での最高位は1987年の25位であった。 キャリアを通して、マクレイは、多くのチームに所属した。ロスマンズ・ラリーチームでは、オペルマンタ400をドライブした。ロスマンズで、彼のチームメイトだったのは、アリバ・タネン、ワルター・ロール、そしてヘンリー・トイボネンだった。そして、MG メトロ 6R4 のドライバーへと進む。1989年のアクロポリスでは、三菱ワークスから、ギャラン VR-4 をドライブし、 総合4位入賞を果たした。モータースポーツから、ほぼ引退した今となっても、マクレーは稀に、ヒストリックラリーや、スコットランドラリー選手権で戦い、ラリーギガバイトに参戦もした。2006年には、ストバートモータースポーツのスポンサードを受け、ロジャー・アルバート・クラークラリーにフォードエスコートマーク2を、仮出場、見事優勝を手にした。2008年9月、マクレーは、 多くの著名なラリードライバーたちと共に、2007年にヘリコプター事故で死去した彼の息子、コリン・マクレイを追悼する、コリン・マクレイ・フォレスト・ステージ・ラリーに参加し、ポルシェ911をドライブした。イベントには、ハンヌ・ミッコラ、アリバタネン、ビヨン・ワルデガルド、スティグ・ブロンクビスト、マルコム・ウィルソン、アンドリュー・コーワンらも参加した。ありがとうございます。